はい、皆様、津一郎農園ご紹介いたしましょう。はい、皆様こんにちは。ちょっと狭くて楽しい一郎ミニ菜園ご紹介いたしましょう。ミニトマト品種愛子、一房20個から30個、こんな感じで私の背より少し高くなっております。多少剪定してありますけども、日照りがねちょっとイマイチでしたんで、これからいいかなと。正面シシナガ天長シシトウですね。これインゲン、今年の春、スナップエンドウが植えてありまして、同じマメ科の、インゲンですけど、なんとかできておりますけど、もう 2,3 本欲張って苗を植える、種をまくとよかったんですけどね。ちょっと初めての経験で、そこそこなっております。こうして裏から見るとよくわかるんですけど、味は普通ですかね。インゲンそのものがあまり私は好きじゃないのかもしれませんけど、こんな感じです。正面がピーマン、右側が、オクラ、正面ネット貼ってあります。これは今年初めて作った、ささげ。4メーターぐらいまでつるが伸びるんですね。もう途中でベランダの足元まで伸びましてね、そこからはネットがないんで、また下へ折れてくるという、滝のようにこうして、実がなっておりますが、1箇所から2本3本と出てきます。今日初めて試食しましたが、ちょっと柔らかくて甘くて美味しかったですよ。こんなことです。こうして、これがピーマンですね。ジャンボピーマンも植えてあるんですけどね、それなんか実がつきにくいんですよ、花咲いてもね。これナス、これ今頃虫食いで、来月刈り込んで秋ナスの準備するんですけどね、なかなかナスもね思うようにいかんです。追肥もやってますけどね、難しいですね。ありがとうございます。はい、これがですね今日取れました野菜ですね。インゲン、シシトウ、ピーマン、大葉、これは朝すぐ私が洗って食べちゃいます。まだ少ないですけどね、これから期待できると思います。ありがとうございました。